ははいどうもこんにちはしのぐです今回はですね9月16日アップデートのですねパッチノートの確認をしていこうと思います。まあ、アップデートの内容をです、ね、把握しておくっていうのは結構ねこのゲームでは大事なことなので、あのしっかりとね把握していきます。でフランス参戦ですね、まず新しい官邸に加え、今回のアップデートで期間にですね開催される2つのキャンペーンですね。今まではティルピッツキャンペーンとか、アトランタキャンペーンとか、ですねキャンペーンは1つだったんですけれども、今回からですねキャンペーンがなんと2つ同時にですね開催されるようです。 フランス官庁と官邸をです、ね、あの獲得できるキャンペーンが1つと、でもう1つが特別なです、ね、ハロウィン官邸を手に入れるチャンスがあるキャンペーンの 2, つ種,類2種類がまあ開催されるようです。でえーまあ、16日はメンテナンスがありますといった感じですね。はい でえー、アップデートのサイズなんですけども、まあ、2500メガバイトということで、まあね、それなりのまあアップデートかなといった感じで時間もですね4時間で16時から20時までなのでちょっとね日本の、うんまあ、ゴールデンタイムにかすっているのでもう完全にですねちょっとしばらくはねちょっと遊べないかなといった感じですよねはいで、えー、新しいキャンペーンまずフレンチコネクションですね でフレンチコネクションは、えー、イベント通貨、えー、フランですね、今までマルク・ターラーとドイツの通貨ありましたけど、今回からフランが獲得できる3週間のキャンペーンですと。でフランを使うことでフランス戦艦、フランス艦長、さらに万能航労賞を入手するチャンスが得られますと。またですね、あのまあ、フランを使った、えー、コンテナガチャがですね、実装されるのかなといった感じですね。そして第二次世界大戦前のマルセイユの風景がデフォルトになりますと。 まあ港のですね変更機能が自分はね欲しいんですけれども、今回はねキャンペーンということで、今回はいよいよですねまあちょっと寒気な,なですね、なんて寒気っていうのかな、ちょっと涼しげなハンブルクから、今度はねマルセイユの港になるといった感じですね。フランス巡洋艦が開発可能となります。今回はねフランス巡洋艦はアップデートなし、アップデートからすぐ使えるようになるので、アーリアクセスは巡洋艦には適用されません。 そして、ティア3からティア6までのフランス戦艦がクレートから登場するようになると、要するにこれ、アーリーアクセスですね、今まで同様で。また注意しなければならないんですが、A あのー、ティア7のです、ね、リシリュー、まあ、ここにもあの出ていますけど、リシリューに関しては、あのー、ビスマルク同様です、ね、コンテナから入手することはできないので、リシリューがです、ね、あのアーリーアクセスしたい方はです、ね、間違ってもです、ね、コンテナを引かないように気をつけてください。 まあコンテナをいくら引いてもリシュリューは、ティア7の、ね、リシュリューは出てきません。ストアではティア5フランス戦艦の無期限迷彩も入手可能といった感じになるそうです。まあ、またね、売るものが増えるといった感じですね。そして、アンドレ・ル・モーニエなど7人のフランス艦長が新しく実装されるようです。まあ、これによってですね、もうあの現在、日、米、英、ドク4カ国ですね、計 7、まあ、市28名の館、ね、長が実装されていますが、まあ、それに加えてです、ねえー、フランスが実装されるとなると、35名、計35名の館長になるので、もうですねあのウィークリーのコンテナでお目当ての館、ね、長を引くことは、もうほぼ不可能になるのかなといった印象があります。まあ、今後です、ね、どのような館長入手システムになるか、また変更が加わるといった話もありますが、まあ、あのウィークリーで,です、ね、手に入れるのは難しく、 あの国,別国別艦長ですね、国別艦長コンテナを、まあ、メインにやっていかないと、欲しい艦長を、ね、引けないんじゃないかなといった、ね、懸念を、ね、自分は、ね、持っていますね、はい。そしてフレンチコネクションの開示支援は1250ダブロンということで、今までのです、ね、キャンペーンが2500ダブロンだったので、約その半額ですね。まあ、2つキャンンペーンが始まるので あのーまあ、それぞれのキャンペーンが半額のです、ね、値段でまあ開始できるということで、まあ、実質的にです、ね、今までのキャンペーンと、まあ、価格自体はまあ変わらないといった感じですかね。はい、そして新しい艦,長で,艦ですが、まあ、このように、ですね、まあ、ティアナの巡洋艦は、えー、シャルル・マルテルといったです、ね、巡洋艦になって、えー、計画艦ですね、えー、実,実際にです、ねあのー、建造された戦艦っていうか巡洋艦ではありません。 まあいよいよですねこのティアナ7で計画艦が登場してきたので、まあ、レジェンズのですねシステムをですねどこまで、まあ、このように実在艦にですねこだわっていくのかというのは、ですね、まあ、ちょっと分からなくなってきたかなといった感じですよね。まあ、実際、ティア6のですねフランス戦艦、リオンもですね計画艦のようなので、まあ、どこまで本当にねあの実在艦にこだわって、まあ、レジェンズというね伝説というね、ね伝説の艦艇というのにこだわっていくのかというのは、ちょっと注目したいところですね。まあ、そして艦長がこのように斜め追加されるようです。 はいで、このキャンペーンでですね、ユニークな、えー、次にですね、始まるのが、えー、ハロウィン特別キャンペーンですね、まあ、10月のですね、ハロウィンに向けたキャンペーンということになりますが、まあ、このキャンペーンでユニークなハロウィン付きのですね、ティア3プレミアムドイツ戦艦ナッサウが獲得できさらに開示シーンを持っていればハロウィン館長を手に入れることができますといった感じですね、まあ、ハロウィンのイベントどのようなイベントになるかというのはまだ不明確ですが、まあ、キャンペーンのですね、各ステップを攻略していくことでさまざまな消耗品若竹と、えー ルイスの無機芸迷彩、万能コールシャンとが入っている可能性のあるハロウィーンコンテナーも入手可能となるそうです。でコンテナはプレミアショップで購入することも可能と、まあ。お金で解決することもできるといった感じですね。そして邪悪なるハロー、なんていうんだこれ。ハローハローかな、えー、で開示支援は1250ダブロオンで取得と,ということで、まあ、合計です、ね、2つのキャンペーン合わせて2500ダブロオンということで、まあ、今まで通りの、えーまあ、キャンペーンの値段となっているといった感じですね。 そしてまあ特徴的な、ね、館長、このヘンリー・ジェハイドですね。まあ、何が元ネタになっているのか、うんちょっとわからないですけども、もしかしたら、まあ、某小説にです、ね、出てくる、えー、ハイドですね。ジキルとハイドですかね、のえー、から来ているのかなと。まあ、要するに二重人格の人物かなといった感じの話ですが、まあ、あのどういった感じなのかはちょっとまだ、ね、分かりません。 はい、でドイツイベントがまあ終了するといった感じですね、ドイツ戦艦が開発可能になります、有名戦艦、ビスマルクが開発可能になるので、まあ、自分も早速ね、ビスマルク目指していこうかなと思います。で余ったドイツマルクはです、ね、1ドイツマルクあたり7500クレジットのレートで,でクレジットに変換されるそうなので、まあ、もうですね終盤の人は、ですねあのもうあの変換せずに、もう今更ですね戦艦をコンテナで引いてもあまり意味がないので、まあ、クレジットに変換してしまうという手もあるかなと思います。ターラーは次のアップデートまでストアで使用可能になるそうです。 はい、でコンテナの中身ですね、パッチを使って自己アピールをしようということで、えー、パッチではですねあの、パッチというシステムが登場するようです、まあ。ストアから無料で開けられるベーシックコンテナから取得でき、今後コンバットミッションを完了することで任務記録から選択できると。まあ、あの要するにあの色々あるあ Apex Legends とかでもですね、実装されている、まあ、要するにあの相手にですね、戦績を、まあ、自慢できるシステムといった、まあ、感じだと思います。まあ、これ、PC 版でも、ね、ある程度実装されていたので、 それを踏んでのシステムかなと思いますね。パッチはですね、敵艦を沈めた際に披露できると。まあ、要するに沈められた相手にパッチが消費されて、ああ、この人すごい人なんだみたいな感じのね、システムになるようです。はい、で、ここからはバランス調整なんですが、バランス調整に関してね、ちょっとあの日本語版と英語版でですね、ちょっと若干ですね、サ、ま、イ、あ、っていうかあの翻訳ミスか、まあ、この Facebook の翻訳ね翻訳 機能のミスか分からないのですが、ちょっとね、いろいろ間違った点があるようなので、今回はですね英語版で、えー、バランス調整に関しては確認していこうと思います。まず、クイーン・エリザベスですね。はい、えー、メインバッテリーですね、一手法のですね、まあ、ターレットの、えー、回転がですね速くなるようです。まあ、2.5秒だったのが、毎秒2.5度だったのが、えー、3 ゼロ度になるそうなので、若干ですね、放線回はま改良されるといった感じ、本当に若干ですが、改良されるといった感じですね。そして続いてですね、有名ティア7戦艦のヴァンガードですね。ヴァンガードのですね、えまず、えー、初速ですね、方向初速、要するに砲,です、ね、砲弾が飛び出した瞬間の初速がですね、804から836マイメートル、あ、毎秒、ん メートル毎秒に加速するということで、まあ、よりですね遠距離に対して当てやすくなるといった感じになりそうです。まあ、初速はですね速くなるといった感じです。そして AP 弾のですね最大ダメージがなんと1万1700から1万2500にですね大幅アップですね、800の。まあ、これでですね実際、ティア7戦艦の天城、まあ、41センチ方クラスのですね戦艦、40センチ方クラスのですね戦艦よりもあ戦艦に対してもかなりのですねダメージてかが出せるようになるので、 がほぼ40センチォ向クラスのですね威力になるので、まあ、同角のですねビスマルクよりも砲弾の威力は高くなるといった感じなので、明確にですねバンガードの攻撃力は強化されています。で、HE 弾もですね強化されて、威力がですね500アップの、えー、5800になり、えー、そしてですね火災発生率も34%から38%にアップするので、まあ、これだけですね38%あれば、ですね割とですね HE 死体での戦闘も可能になるレベルと。 強化かなと思うので、今後ですね、バンガードの攻撃性能が上がっていくかなといった感じですね。まあ、主法旋回速度も5度前秒から6度前秒に向上するといった感じですね。より取り回しがしやすくなります。まあ、そして機動性もですね まあえー、B 戦隊、最終戦隊では16.2秒だったのが、えー、14.7秒までなんと速くなるそうなので、機動性もですね若干向上しています。まあ、ただ、ですねこれ勘違いしちゃいけないのが、ヴァンガードの最大の問題点は、まあ、手法の射角が悪く、テンダもですねそれほど速くなく、防御力も低いといった点なので、まあ、それがですね決して改善されているわけではないですね、攻撃性能がのみほぼ強化されて、点、ま、弾、あ、も若干強化されていますが、まあ、基本的には攻撃性能のみが強化されているので、それほどですね、まあ、強くなる。 わけではないというのが、ちょっとね、注意すべき点かなと思います。そして、ケイニスベルクですね。ケイニスベルクのリロード速度が7.5秒から8秒に、ナーフですね。弱体化されます。そして、フルタカですね。フルタカの手法のですね、リロードが16秒から15秒になるそうで、えー、そして、あ、そうですね。最終法ですね。要するに、法を改良した後では、 15秒だったのが13.5秒に改良されるそうで、まあ、古高、ね、ちょっと手数面で、まあ、同角の軽巡洋艦ですね、軽イニスベルクとかの巡洋艦にちょっと負けていたんですが、手数面が1.5秒、若干向上するといった感じですね。まあ、その他は、まあ、あの特殊な艦で、オールマニアは、ね、TI1 の船ですし、キットもね、あのまあ、若干クレジットが稼げるようになるといった程度のまあ調整ですね。 はいじゃあそして、まあ、ここからまたちょっと読めないので自分もね日本語版に戻していきますがはいまあちょっとね日本語版ではねあのケイニスベルクの手法争点が5秒から8秒に増加とかなんかいろいろちょっとあの多分自動翻訳の関係でこれもねあの15秒から5秒にといった感じでちょっとあのいろいろまあ間違ったねあの表記になってしまっていたので。 で艦長スキルですね。艦長スキル、ティルウィットに連続煙幕がレジェンダリースキルと追加されるようです。このスキルは発煙装置のクールダウンを大きく短縮するが、持続時間も短縮と、まあ、要するに煙幕を、ね、大量に使えるようになる、まあ、スキルをティルウィットは手に入れるようです。まあ、イギリスのですね、魚雷,専用魚雷特化艦長かな。駆逐艦ので。レビアタンのスキル、まあ、リバイアさんかのスキルの最高速度のペナルティが5%から4%に。まあ、HP が、ね、上昇する代わりに、 速力が落ちるスキルですが、まあ、その速力低下ペナルティがまあ若干改良されるといった感じ。で燃えやすい方針のです、ね、スキルレベル4での発火率が、まあ、20%もです、ね、してし増加してしまったことが、ね、ちょっとかなり問題だったんですが、これがです、ね、13%に低下ということで、まあ、デメリットが、ね、若干落ちたといった感じです。そして緊急事態の専門家のスキルですね、4レベルで、えー、応急工作へのペナルティーが50%から30%になるそうです。 その他ですね、その他はいろいろなですね、あのまあ、改善があるよといった感じで、なっているかなといった感じですね。まあ、一通りバランス調整と、まあ、主に注目すべき点は、やはりですね、2つのキャンペーンといった感じになるかなと思うので、まあ、キャンペーンね、あのアップデートが終わった後にですね、自分もちょっと確認して、まあ、どのようなですねメリットがあるのか、ちょっとね、 必ずしもですね、キャンペーンを走るっていうのもね、ちょっと微妙だったので、まあ、前回もね、ちょっと、うん、あのー、ティリピッツキャンペーンもね、結構しんどかったですね、まあ、実際、30日間ね、みっちり毎週毎週やらなきゃいけなかったんで、しんどかったので、今回もね、まあ、自分は基本的にはやると思いますけれども、まあ、キャンペーンはね、ちょっとあのメリット、デメリットはね、しっかりと見極めてから、まあ、あのー、購入した方がいいのかなといったね、印象をね、受けましたね。 それでは今回は9月16日アップデートの内容確認でした。ご視聴ありがとうございました。